エミー賞は、アメリカ合衆国で放送される、優れた、テレビドラマ、番組、テレビ業界の功績に与えられる賞である。映画におけるアカデミー賞、演劇における、ドニー賞、音楽における、グラミー賞に相当する、最も権威ある、文化賞の一つ。エミー賞には、いくつかの種類があるが、一般的に、エミー賞というと、テレビドラマとバラエティ番組を対象とする、 プライムタイムエミリー賞を指す。エミリー賞は、アメリカのテレビ業界の様々な分野に対して授与されているため、年間を通じて様々な賞の授賞式が行われている。その中でも最も注目されるのは9月に受賞式が行われる、プライムタイムエミリー賞である。一般的に、エミリー賞というと、このプライムタイムエミリー賞を指す。 ついで注目されるのは、デイタイムエミー賞で、こちらは5月か6月に受賞式が行われる。プライムタイムエミー賞は、プライムタイム、デイタイムエミー賞は、デイタイムに放送される番組が対象となっている。その他のエミー賞には、全国的なスポーツ番組に対するスポーツエミー賞、全国的なニュースドキュメンタリー番組に対する、ニュースドキュメンタリーエミー賞、 テレビの技術、工学関係の個人、団体に贈られる技術、工学エミー賞などがある。地域エミー賞は、地域や州で優れた報道や娯楽を提供した番組に与えられる。国際エミー賞は、アメリカ国外で制作された優れた TV 番組に対して贈られる。当初は、テレビ芸術科学アカデミーが主催する賞だったが、現在は部門ごとに分けられ、 アタスと関連する二つの団体、全米テレビ芸術科学アカデミーと国際テレビ芸術科学アカデミーが主催している。アタスはプライムタイムエミー賞とロサンゼルスの地域エミー賞、エタスは国際エミー賞、ナタスはそれ以外の賞を担当しているほか、ATS とエタスがそれぞれ技術関係者の賞を授与している。 似た賞にピーボディ賞が存在するが、ピーボディ賞が報道番組を重視するのに対し、エミショー賞はよりエンターテイメント性を重視した賞である。エミショー賞のロゴロサンゼルスを本拠地とするテレビ、芸術科学アカデミーは、広報の一環として、エミショー賞を設立した。最初のエミショー賞受賞式は、1949年に1月25日に、 ハリウッドアスレチッククラブで開催されたが、この時の受賞大賞は、ロサンゼルス地域で制作され放映された番組だけだった。エミーという言葉は、殺像館の一種のイメージよる資本を意味するテレビ、関係者の間で使われるスラング意味を、フランス語風に変えたものである。1950年代に、アタスは、エミー賞を全国的なイベントに拡大し、 全米で放映された番組に賞を送った。1955年、アタスは東海岸で活動する会員のための姉妹組織として全米テレビ芸術科学アカデミーをニューヨークに設立し、この組織もエミー賞の監督を行った。ナタスは全米各地に支部を設け、それぞれの支部が地元の番組のために独自の地域エミー賞を実施した。 しかし、アタスは、ロサンゼルス地域での地元の番組を表彰する地域、エミー賞を依然として維持していた。もともと、全米で放送される番組に対するエミー賞の、受賞式は、年1回だけだった。1974年、全米のデータイムの番組に対して贈られる、第1回データイムエミー賞受賞式が開催された。 全米各地域の地域エミリー賞がそれに続いた。1970年代初頭には、アメリカ以外で放送されたテレビ番組に対する国際エミリー賞が設立された。1977年、様々な矛盾の解消のため、アタスとナタスは関係を分けることに合意した。一方で、エミー像と商標の所有権を共有し、 それぞれが特定の受賞式を管理する責任を負うことでも合意した。ただし、技術、工学に関する賞については、例外的に、それぞれの団体が別の賞を授与している。1980年代のケーブルテレビの台頭により、ケーブルテレビの番組も1988年に、プライムタイムエミリー賞、1989年に、デイタイムエミリー賞で、 受賞対象となった。2011年、ABC テレビネットワークは2つのドラマ番組のテレビ放映を打ち切りし、放映権を制作会社に売却した。制作会社は、ウェブテレビで視聴が継続できるようにした。これを受けて、ナタスは2013年のデータイムエミー賞から、ウェブテレビのための部門を新設した。アタスも2013年から、ウェブテレビ番組を、 受賞対象に含めるようになった。エミー賞のトロフィーエミー賞のトロフィーは、原子模型を掲げた羽の生えた女性の像で、エミー像と呼ばれる。テレビ技術者、ルイス・マクマヌスがデザインしたもので、彼の妻をモデルとしている。1948年にマクマヌスのデザインに、決着するまで、アタスは47の提案を拒絶した。それ以来この像は、 テレビの芸術と科学を支援し高揚させるというテレビアカデミーの目標の象徴となっている。翼は芸術の女神を表し、原始は科学を表す。ショーの名前を決めるとき、アカデミーの創設者、シドカシドはアイクを提案した。これは、殺像艦の一種のアイコのスコープを意味するスラングだった。しかしアイクは、 第二次世界大戦の連合国遠政軍最高司令官、ドワイト・ D ・アイゼンハワーの愛称でもあり、ここから名前を取ったと思われてしまうということで、アカデミーの他のメンバーは拒絶した。最終的に、テレビ技術者で、アカデミー副理事のハリー・イル・ブックが、初期のテレビカメラに使われていたイメージオルシコンの、スラング意味を提案した。意味が選ばれた後、トロフィーの女性像に合わせる形で、 女性名化して、エミーとした。プライムタイムウェミー賞の各賞のトロフィーは、重さが6ポンド12.5オンスで、銅、ニッケル、銀、金でできている。像は高さ15.5インチ、直径7.5インチ、重さ88オンスである。地域エミー賞の像は高さ11.5インチ、直径5.5インチ、重さ48オンスである。 それぞれ製造に5時間半かかり、指紋がつくのを防ぐために白い手袋で取り扱われる。地域エミー賞のトロフィーは、ゴールデングローブ賞のトロフィーも作成している。ニューヨークを拠点とする企業である、ソサイエティアワーズによって作成される。プライムタイムエミー賞のトロフィーは、イリノイ州シカゴを拠点とする、RSO ウェンズカンパニーによって作成されている。 アタスとナタスは共同でエミー賞に関する商標を所有しており、エミー賞という名前とエミー像の画像の使用について厳格な規則を課している。例えば、エミー像は常に左向きにしなければならない。像の著作権表示はアタス、ナタスと両団体を併記しなければならない。アカデミー会員は たとえ賞の受賞者であったとしても、像の画像や名前を宣伝用に使用する場合は、許可を得なければならない。さらに、エミー賞を受賞した番組の DVD は、エミー賞を受賞したという事実を表示しても良いが、受賞から1年後に、すべてのコピーから削除できない限り、像の画像を使用できない。一般的に、エミー賞というと、通常はこの、 プライムタイム M ー賞のことを指す。1日のうち最も視聴率が高くなるプライムタイムに放送する番組が対象で、主にテレビドラマとバラエティ番組に対する表彰を行っている。対象作品は午後6時から午前2時までの間に放送され、全米の少なくとも50%の地域で放送されなければならない。また、ネットフリックスやアマゾンプライムビデオなどの ストリーミング配信作品は、プライムタイムエミー賞とデイタイムエミー賞のどちらにエントリーするか選択できるが、どちらか片方にしかエントリーできない。受賞式は通常9月に行われる。受賞式の時間内で発表しきれない賞やスタッフを対象とした賞は、プライムタイムクリエイティブ・アートエミー賞としてまとめられ、1週間が前に表彰式も別で行われる。 メインのプライムタイムエミュー賞の主要部門のうち、特に以下は、主要3部門とされており、作品賞、演技賞に注目が集まる。デイタイムに放送する番組が対象なので、主に昼ドラマやトーク番組に対する表彰を行っている。また、プライムタイムとは別に、デイタイムでもクリエイティブ、アートエミュー賞がある。受賞式は、通常5月か6月に行われる。 優れた、スポーツ番組に与えられる。毎年4月後半か5月初旬に授与式が開かれる。工学に関するエミー賞には、アタスが授与する、プライムタイム工学、エミー賞と、ナタスが授与する技術、工学エミー賞の2種類の別の賞があり、いずれも、テレビの技術、工学的側面に対して優れた発展、貢献をもたらした、個人、企業、 科学技術関連組織に与えられる。通常、ナタスの技術、工学エミー賞の授賞式は1月に、アタスのプライムタイム工学エミー賞の授賞式は10月に開催される。どちらの賞もテレビ業界で経験豊富な技術者が先行委員となっている。アタスはこの他にテレビ、放送の技術に長い間大きな影響を与えてきた企業に対して、 フィロティー・ファーンズ・ワース賞を授与している。全米を20の地域に分け、それぞれの地域で優れた報道や娯楽を提供したプログラムに与えられる。国際エミー賞はアメリカ合衆国外で制作、放送された優れたテレビ番組を表彰する賞である。1973から国際テレビ芸術科学アカデミーによって毎年発表されてきた。受賞式は 通常11月にニューヨークで行われる。米国以外の組織、または個人が番組を提出することができる。番組の著作権を所有していない組織、または個人は提出物を提示する前に権利所有者から同意を得なければならない。これはアカデミーの会員以外でも行える。高校生、大学生が作成した作品に与えられる賞。 成果、課外活動で作成した作品を地域の支部に提出すると、作成に関わった学生に参加賞としてバッジが与えられる。その上で各地域ごとの優秀賞が選ばれる。不況による財政難で2009年以降中断している。ありがとうございます。